何？ちょ、おい、そんなにくっつくなよ。いろいろ当たってる。変態。理不尽。だからくっつくなよ。だって雷怖いんだもん。そう言って彼女はカタカタと震えながら俺の腕にひっついてきた。俺の名前はホラ太郎、高校2年生だ。俺には幼なじみがいて、名前は七香凛。家が隣で家族ぐるみの付き合いがあり、お互いの家によく遊びに行くような仲だ。凛が俺のことをどう思っているのかは知らないけど、俺は昔から凛のことが好きだったりする。そんな高校2年の夏休みのこと。夏休みも終盤に差し掛かり、いよいよ手つかずの宿題を片付けないといけなくなった。そこで凛の方から、宿題一緒にやらない？と提案してきたので、俺の家で一緒に宿題をすることになった。ちなみにこの日、俺の両親が日帰りの旅行に出かけていて、家には俺たちしかいない。そう考えるといろいろ想像してしまうんだけど、山積みの宿題が俺を現実に引き戻してくれた。なんで宿題が減ってないんだろう。やってないからでしょ。納得。はあ、私の宿題もなんでこんなに残ってるんだろう。やってないからだろ。私は悪くないもん。夏にいろいろイベントがあるのが悪いと思うんだよね。まあ確かに。お祭りの焼きそばでしょ、花火の綿飴でしょ、あとはスイカ割りの割ったスイカとか。イベントじゃなくて食べ物がメインなのね。そんなくだらない会話をしながらテーブルの上に宿題を広げる。それからしばらくはお互いに黙々と宿題をやっていたのだが、2時間ぐらい経つと疲れて2人でゲームしてた。宿題はまた明日やればいっか。明日やるは結局やらないんだよな。じゃあ太郎はこの後宿題やる気あるの？明日やる。それやらないやつじゃん。宿題を放り投げてゲームを始めて数時間、気づいたら窓の外が暗くなっていた。真っ暗な雲が空に広がっていて、一雨降りそうだった。急に天気が悪くなってきたな。なあ凛、帰った方がいいんじゃないか？ちょっと待って、この面のボスが終わったら帰るから。凛はゲームに熱中してそれどころではないらしい。ま、隣だしすぐ帰れるかとこの時はそう思ってたんだけど、思ったよりも天気が悪くなり、数十分もしたら外は大雨と強風ですごいことになっていた。すごい雨だね。あれ、なんかあそこ光ったぞ。え、どこ？と、次の瞬間。などという乙女にあるまじき絶叫をあげた凛が俺に抱きついてきた。これが10分前くらいのこと。そして今に至るわけなんだけど、俺はプルプル震える凛に腕を貸したまま気まずくて天井を見上げた。アングル的に凛の胸がちらっと見えてしまい、とてもいたたまれない気分になる。凛がこんなに怖がっているのに横島なことを考えるな。俺、とにかく適当な話題を振って意識しないようにしよう。というかあれだな、お前って昔からずっと雷苦手だよな。だってお母さんが雷の日は怖い鬼が悪い子のおへそを取りに来るって脅すから、なんか反射的に怖くなっちゃって。本当に怖がりだよなお前。ホラー映画も苦手だし、ほらゾンビがわらわら出てくる映画とか。ちょっと待って、その話題やめない？聞いてて想像しちゃうから。そう訴えてきた凛の足が生まれたての小鹿みたいになっていた。しばらくして雷雨は去り、窓の外には綺麗な夕焼けの空が広がっていた。ごめん、腕に抱きついちゃって迷惑だったよね。別に気にすんな。うん、ありがとう。なんか太郎の腕に抱きついてたからかわかんないけど、いつもより怖くなかったかも。おお、そうか。なんだろう、ちょっと気まずい。何か言わなくちゃいけないんだろうけど、何を言うべきか迷って口が開かなかった。じゃあ私帰るから。そう言って凛が顔を真っ赤にして慌てて帰ろうとしたので、俺は反射的に口を開いてしまった。凛、凛に抱きつかれた時、なんていうか頼られてるみたいで嬉しかったっていうか、なんていうか全然迷惑とかじゃなかったから。もう何恥ずかしいこと言ってんのさ。
だよな、ごめん。穴があったら入りたい。そんな気分の俺に、リンが髪の毛を指先でいじりながら、その、また明日ね。彼女はそう言って、顔を真っ赤にして足早に帰っていった。取り残された俺はというと、また明日か。その場でしゃがみ込んで、恥ずかしさにもだえるのだった。